すごい質問しようと思ってんだけど、全員打てるようになるっていつも言ってんじゃん、うん、言ってるからね。いや、そろそろね、ワンナップゴルフのデメリットはみんなに暴露しといた方がいいんじゃないかなと思って。 ありますか？ありますよ、言えるやつ。ありますよ、あります。言っていいですか？言っていいよ。平井博明のワンナップゴルフ。頭が追いつかない。ね、ショットが出ちゃうから。急に。頭が追いつかない。うん、理解が。理解ができないまま、ね、ショットが先に出ちゃうから、うん、なんでってなっちゃう。だから、自分が、こう、うん、何かを積み上げてって、ね、うん、ショットが出るんだったら、うん、その、考えと、うん、その、行動と、うん、頭の中がこう、同時にこうやって上達してる、うん、ね。でも、その方のスイングを見て、うん、あ、ここ直したら、ナイスショット出るなと思って、うん、そこを指摘すると、うん、本当にナイスショットは出る確率が高いわけよ。うん、そうすると、うん、その方の心の準備と、うん、あの考えとか準備できてないでしょ。うん、だから、なんでってなるわけよ、うん。だから、頭が追いつかないっていうデメリットがある。だから、なかなかそれを、うん、なんでなんだろう、なんでなんだろうってなっちゃう。そういう戸惑い、戸惑うデメリット。でもその、頭と体が一致してないんじゃん。うん。だからそれを一致させないと続かないわけじゃない。やっぱそうなんだ。うん。わかんないまま動いてたって、うん、なんでナイスショットが出んのか、なんでミスが出んのかがわかんないままナイスショット打ってる状態っていうのは危険な状態。うん、要はずっと奇跡が続いてるようなもんだから。そっか、たまたまいいのが出てるみたいな感覚なんだ。そう、だからショットでも、うん、なんでミスが出てて、うん、で今なんでナイスが出たかをもちろん説明させてもらうんだけど、うん、それでもついていけないんだよね。その言っても2時間の中でナイスショットが何発も出るわけだから、うん、今まで何年ゴルフをやってきたかによるじゃん。もちろん昨日始めた方だったら全然いいんだけど、ね、1年以上やってる方がほとんどだし、そうすると、なんで今の動きで、あの球が出るのかっていう、一致もしないし、うんうんうん、それで戸惑いだよね、本当に、さっきも言ったけど。そういうデメリットは。首かしげる人がいるっていうのはそれなんでしょう？そう、そう、それと一緒。なんでこんだけね、今までずっとやってきたのに、うん、ナイスが出なかったのに、うん、こんな一瞬で出るんだろうっていう部分もあると思う。ああ。でも前言ってたあれはどうなの？自分がやりたい動きと違う。うん、っていう部分もあるのかな。なんかそれもあると思う。要は自分のやりたい動きが逆で、うん、むしろ俺が言ってるのは、うん、ダメって記憶してきたことだったら、うん、ハテナが出るし、うん、でもそれでダメって思い込んでたのに、うん、今それをやってナイスショットを打ててる自分がいるってなったら、うん、もうハテナしかないじゃん。ないそういうのが結構ある、うん、あ、例えばあれ、じゃあ小屈してきたのに、うん、いや、背屈すんだよって言われて、うん、したらいい球が出ちゃって、うん、あれってなんだ、小屈したいのに、うん、なるなる。首かしげる人どんな人なの？今トム君が言ったようなことと、だから自分がやってこなかったことで、うん、ダメって認識があったものをやってないショットが出たのと、 あとはそんなこと言われたことないっていう内容のこととか、うんうんうん、あとは自分の感覚と真逆のことだったり、例えば飛ばす、うん、飛ばすのは力抜けよ、うん、で今まで力抜いてゆるゆるでやってて飛ばなかった、うん、でもワンナップに来た時に、うん、いや飛ばすんだったら力抜いてくださいよって、力入れたら力入れた分飛んだっていう、うん、そういうのが結構ある、うん、まあ、だから力入れるっていうのももちろん限度っていうか、あ、範囲というか、うんうん、常識の範囲内っていうのはあるし、うんうん、こういう力みじゃないってことよね。正しい力み方をして飛ばさなきゃいけないっていうことだから、うん、なんかコメントでね、うん、下半身をリードしないとね、うん、動けない、打てない、うん、からそもそもそんな動きはないよねみたいな、俺は上から動けって、だから定義の話をしてんじゃないんだよね、本当に。あ、まあそうだよね、ね、うん、でその意識の話でしょ。意識の話だから動くに決まってるもんね。そう、決まってることなんだよね、うんうん、でそれで打てない人が、うん、要はここでゴルフが終わっちゃう人がいないんだから、そう。そんなことを言ってないし、
そういうのを人のチャンネルでコメントすることでもないし、どこの意識とかでもいいんだけど、うん、多分その今までの意識と違うことで、うん、違う結果が出たから、うん、首をかしげる方っていうのがやっぱりいる、うんうんうん、だからそれって結構レッスンであるとお互い笑って面白くなっちゃうんだけどね、うん、レッスン自体がね、あ、今日の方もそうだったんだけど、あ、そうなんだ、うん、初めて1年の方で、うん、でも今日の方も1年っていう球打ってなかったんでね、もうほんと 3,4 年ぐらいやってるような球、いい球打ってて、うん、アイアンもドライバーも右しかいかない方だったんだけど、260ぐらい飛んで帰ったんじゃないかな、230、40ぐらいですって言ってて、うん、まあ2期間をちょっと変えさせてもらって打ったんだけど、うん、なんかまあその方も笑って首かしげて、うん、こういう変化っていうかこういう違いがあるんですねっていうことを言って帰っていただいたので、まあアイアンなんかも本当にめちゃくちゃいい音鳴って帰ったよね、すごくいい感じだったんだけど、まあでも本当にそのもちろんその俺は何ショット打ってもらいたいから、うん、その方のスイングの最善な動きを探してやる、うんうん、例えばその最善の動きっていうのはその方にとって全く違うものだったら、うん、それは首かしげて普通だ、うん、ちゃんとね、うん、ナイスショット出ていい結果が出ると、うん、思い描いてたものと違ったらね、うん、あれってなるから、それはそれでいいんだ、その方も今日分かって帰っていただいたのは、うん、狙うところにちゃんと狙って打つかどうかっていうのが重要ですっていう、うん、あ、習ったスイングを成功したってナイスショットは出ないから、うんうん、自分がターゲットに打つかどうかっていうのが優先なんですねって、うん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 、その方も分かって帰ってらっしゃって、うん、だからちゃんとそういうところが理解できてるとやることって限られてきて、ちゃんとした結果が出るっていうのはもうその方も体感して帰ってもらってる、うん、それがすごい大事で、あれ、その頭と体がその一致してない状態ってやっぱり良くないの？良くないね。でも続かないと思う。仕方ないんだよね。仕方ない。初めは。最初は。それで俺が言ったことで一致するんだったら、うん、多分内緒だったらもう出てるはずだ、ね。だから一致してないからミスが出てるから。うんうんうん、例えばそれが合ってる合ってる別として、うん、言ったことの考えと。うん、その行動が一致できる方は絶対ナイスは出るじゃん、うん、どんな球であれ、うん、例えばフック、スライス、ローボール、ハイボール、何でもいいんだけど、うん、自分の思ったところに飛ばせるショットは多分打ててる、うん、そうなんだ、一致できる方はね、すぐ、プロは一致できたことしかやらないからね、イメージ湧かないことは絶対やらないから、うん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 、まあ、ある程度の動きは頭の中に入ってる頃は多いから、うん、すぐ一致はできるんだけど、うん、だからその俺がボール曲げるのもそう、うん、絶対その自分の中でこう、うん、把握できてる一致できることしかやってないから、うん、だから思った通りの球が打てるんだけど、うん、それが原理というかそれが知ってれば、うん、自分の思ったところにはボールは通せる、うん、そうだね、それそういう感じだよね、なんで必ず、まあ、どんなレッスンでもメリットデメリットっていうのはあるんですけど、そのメリットもデメリットも納得できるかどうかですよね、習ったところで。なんでまあ、ナイスショットは本当に出て帰っていただく確率っていうのはもちろん高いんですけども、それっていうのは普段の練習量だったりスイングに求めているものによっても変わるので、本当に気になった方っていうのはぜひレッスンの方に一回お越しいただいて体感していただければと思います。で今回はですね、ワンラップゴルフのデメリットというものを僕なりにちょっと解説させていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。